視聴者の皆様、こんにちは。今回はママと元カラオケに行ったら、パトカーに乗る羽目になった、と嘆くイッチのお話です。それでは早速、ご覧ください。もう、この国はどうなっているんですか？弱者は虐げられて当たり前なんですか？なんかやばいのが来た。宗教とかの話ならお断りです。署名もしないから、帰った帰った。すみません。感情的になって、宗教家みたいな話し方になってしまいました。安心してください。勧誘じゃありません。ただ私のこのモヤモヤを共感してほしいんです。何があったの？かいつまんで話すと、節約をしている罪でパトカーに乗る羽目になってしまいました。日本って節約しちゃいけないんですか？節約すると御用になるんですか？そんなことはない。もしそうだとしたら、日本人の大半は御用だよ。誰もが節約を強いられる世の中になってなんだか悲しいよね。そうですよね。節約は悪いことじゃないですよね。それなのに、昨夜、節約が原因でパトカーに乗る羽目になってしまったんです。一致には悪いが、なんだかすごい話だね。詳しく聞かせてよ。わかりました。まず、私のことから話しますね。私はごく普通の38歳の主婦です。大学生と高校生の娘がいます。娘が二人とも手がかからなくなった3年前からパートを掛け持ちしています。夫は普通のサラリーマンです。ごくごく普通の家庭だね。やっぱり子供が女の子っていいよね。家事とか手伝ってくれそう。まあ、そうかもしれませんが、うちの娘たちはあまり家事を手伝ってくれませんね。ママのルールがめんどくさいって言って。一致のルール？こだわりが強いとか、細かいとか？私は普通だと思うんですけど、娘たちにはすごく細かいみたいなんです。でも、皆さんのお宅でもそうですよね。洗濯洗剤は重さによって量は変えていますよね。炒め物の油も材料によってちゃんと計測していますよね。え？そんなに細かくは計測してない。目分量だけど。信じられない。そんなもったいないことをしてるんですか？私は 100g 単位で洗濯物を測り、それに合わせて洗剤を入れています。料理だって、材料を細かく計算して、無駄にならないように油を使っています。ちょっと面倒ではありますが、私、無駄が大嫌いなんです。娘たちにもわかるように、ちゃんと一覧にしてキッチンや洗面所に貼っているんですけどね。それでも娘は面倒だからって一切やってくれないんです。イッチ、ごめん。自分も娘ちゃんたちと同意見。面倒だね。確かに。そこまできっちりしないとダメ？ご飯は美味しければいいじゃん。洋服も汚れが落ちればいいじゃん。ダメです。そんなの許されません。食事は毎日3回もあるんですよ。洗濯も2日に1回です。ちょっとの気の緩みが大惨事になるんですよ。大惨事って大げさ。節約は規律もです。1円に笑うものは1円に泣くんです。老後、後悔するかもしれないじゃないですか。あの時ちゃんと必要分だけ使っていればあと1回洗濯できたかも。あの時、油を多く使ったから、油が足りなくてご飯が作れないってなりかねないでしょ？極端すぎるよ、イッチ。疲れない？全然。むしろ楽しいです。節約が私にとっての生きがいなんです。私の生活は節約でいっぱいです。老後2000万円なんて少し前には言われていましたけど、今はこの物価高でもっと必要でしょ？娘たちの迷惑にはなりたくないし、今働けるうちに貯金を増やそうって思っています。それは素晴らしい考えだね。他にどんな節約をしているの？洗剤と油は必要分しか使わないです。夫には毎日お弁当。外食はポイントが使えるお店だけ。私の洋服は基本リサイクルショップやフリマサイト。自家用車は持たずにカーシェアリング。買い物は自転車。って感じですかね。そこまでは切り詰めてないんだね。そうですね。もっと気合い入れれば色々できるんですけど、家族がうんざりしちゃうので、実は去年まで、もっと節約を頑張っていました。食費を減らすためにかさ増ししたり、もやしをよく使っていました。そしたら娘たちの体調が悪くなってしまって、すごく反省しました。ちゃんと栄養を取らせないといけないなって。それからは食材は極端にケチらずにしています。かといって、高い食材は買いませんけどね。一人暮らしなら節約いくらでもできるけど、家族がいるとセーブしないとね。そうなんですよね。そのことがあってから、私の節約のルールは、無理のない、健康で文化的な節約なんですよ。必要なものにはお金を使い、不必要なものはとことん節約です。ママ友とも意見交換をしながら楽しく節約しています。でも、そのママ友達の前でパトカーに乗る羽目になり、プライドがズタボロなんです。そうそう。パトカーに乗ったんだってね。はい。
乗りました。人生でパトカーに乗る日が来るなんて思いもしませんでした。何をどうしたら普通の主婦がパトカーに乗ることになるのか、すごく気になる。はい、話しますね。昨日の話なんですけど、ママともと3人でカラオケに行ったんです。A ママと B ママって呼びますね。二人とは15年近く仲良くしています。二人も節約をしているので、コスパのいいお店とかを調べてランチしたり、ふるさと納税の返礼品情報をシェアしています。同じ趣味を持っている友達って楽しいよね。はい、二人といると、もっと節約を頑張ろうってモチベーションになるし、いい友達です。それで、今回、A ママの誕生日会が近いってことで3人で集まることにしたんです。あまり豪華なことはできないけど、どこか行きたいところある？って聞きました。すると A ママが、隣町に最近できたカラオケ屋さんのサービスがいいらしいよって教えてくれてそこに行くことにしました。ネットで調べると、バースデー割引もあって、結構充実してましたね。さらに、昨日は水曜日だったんですけど、ソフトクリームが食べ放題だそうで、ラッキーって感じでした。私が集めているポイント会社の提携店だったので、私が予約して、ポイントもゲットです。ざっかりしてるね、イッチ。今はカラオケ屋もどこも価格競争で大変だね。久しぶりのママ友とのお出かけだったので何日も前からとても楽しみでした。一番お得なフリータイムを予約して、時間いっぱい楽しむ予定でした。平日の昼の12時から18時までが一番お得な使い方なんです。学生がいない一番暇な時間帯だね。そして、迎えた当日、前日の夜からママ友二人を喜ばせるために準備した荷物を持って集合しました。二人は私の大荷物にびっくりしてましたよ。その大きなスーツケースは何？って、スーツケース？何を仕込んだの？一致。部屋を飾り付けるものとか？一応誕生日だし。まさか、そんな無駄なことするわけないじゃない。飾り付けってその日限りでゴミでしょ？じゃあ、長時間でも疲れないようなクッションとかを全員分入れてきたの？そんなガサバるものなんて持っていきませんよ。予約した部屋は、まるでホテルの一室みたいでベッドもあるし、大きなソファーもあって、くつろげるんですよ。じゃあ、大きなスーツケースに何を入れてきたの？食材に決まっているじゃないですか。え？持ち込みオッケーなの？ダメでしょうね。ホームページの注意事項にも記載されていましたし。じゃあダメじゃん。でも、意外とみんな、いろいろ持ち込んでますよ。学生は勉強道具、ビジネスマン、OL はパソコン、音楽やってる人は楽器とか、店員さんも注意していないし、意外と何でもありなんですよ。実際のところ。違う違う、そうじゃない、食べ物の持ち込みがアウトなの。ママ友もそう言ってましたけど、こっちはちゃんと部屋代を払っているんだし平気でしょ。それにドリンクバー代で一人700円も取るんですよ。ちょっと高くないですか？そんなもんじゃない？いやいや、いくらなんでも高いでしょ。お客を舐めています。せいぜい5、6杯しか飲まないですよね。アルコールは飲まないし、ソフトドリンクの1杯あたりの原価なんて20円くらいですよ。120円しかかからないもののために700円も払いません。700円分飲むなら話は別ですけど、そしたら一人35杯飲まないと元が取れませんよね。35杯なんて飲んだらお腹が痛くなっちゃいます。そうかもしれないけど、そこまでする？食べ物は持ってきてないよね。もちろん、12時集合ですからね。食事は各自で済ませてもらいました。ソフトクリームは食べ放題だし、私は節約友達の二人のために、昨日の夜からペットボトルにアイスコーヒーとお茶とジュースを一本ずつ詰め替えて持ってきたんです。賢いでしょ？こんなママ友嫌だ、恥ずかしい。ママ友にも言われました。恥ずかしいじゃないけど、お店の人に悪いよって。そしたら B ママがこれ使おうよって商品券を出してきたんです。今回のカラオケ屋、商店街の中にあるんですけど、B ママは商店街のポイントを貯めていて、商品券に交換してたんですって。5000円分も、B ママがせっかくだし使おうよって言ってくれたのでありがたく使うことにしました。B ママが気の毒。絶対家族のために使いたかっただろうに。でも B ママがいいって言うなら仕方ないですよね。人の行為は素直に受け入れるタイプなんで、私。そしたら、A ママが夫が誕生日プレゼントに好きなものを買いなって5000円くれたから、それも使ってって言ってきたんです。最高なご主人ですよね。それで軍資金が一気に1万円分になったのでたくさん注文しちゃいました。最近のカラオケのメニューってすごく充実していますね。和洋中、イタリアンまでたくさん種類があるんですね。デザートも可愛いのがたくさんあって、テンションが上がっちゃいました。なんと、イベリコ豚の生ハムまであったんですよ。もう10年近く食べてないんです。
大好物なのに。まったく、調子に乗りおって。人の金で食べる料理ほど美味しいものはないからね。ママ友が気の毒すぎだろ。誰の誕生日会だっけ？でもこうでもしないと一致の持ち込んだ飲み物を飲むしかなくなるからね。店の人にバレたらできん。せっかく持ってきた飲み物は仕方ないので持って帰ります。ママ友の軍資金で、ドリンクバーもちゃんと頼みましたよ。そのドリンクバー、とにかくすごいんです。てっきり業務スーパーのジュースかと思ってたけど、全部そこそこのメーカーだし、ジュースだけで10種類。コーヒーも各国から取り寄せているようでコーヒーも20種類くらいあったんです。冷えた牛乳もあって、契約農家から毎朝仕入れているそうです。スープやカレーもあって、それもドリンクバー代に入っているんです。それに、普通のカラオケ屋だと注文しなければ食べられないポテチとかポッキーなどのお菓子もたくさん種類が並んでて食べ放題。本当に夢のような空間でした。全然700円で元が取れるじゃん。ママ友に感謝だな。そうですね、二人のおかげで貴重な経験ができました。フリータイムの時間めいっぱい楽しめました。そして、残り15分くらいになってどうする？一曲ずつ選ぶ？なんて話している時にいきなり店員さんが二人入ってきたんです。一人は私たちの部屋を担当していた人で、もう一人の名札には店長って書いていました。なんか嫌な予感しかしない。はい、本当に最悪でした。店長が私のスーツケースを没収しようとしたんです。最初は中身を見せてくださいって言われて拒んだら、中身は知っているのでこちらで回収しますねって勝手に持っていこうとしたんです。それで店長と私が揉み合いになっているところにおまわりさんが登場して、私の正論を聞かずにパトカーに乗せたんですよ。ひどすぎません？ねえ、イッチ、その大きなスーツケースに一体何が入っていたの？持ち込みしたのがバレた？そもそも持ち込みしたのは大きいペットボトル3本でしょ。大きいスーツケース必要？エコバッグで十分でしょ。そのスーツケースの中は雪は私が持参した飲み物です。隙間にはカラオケ屋からいただいたジュースのパックやコーヒー豆、あとは持参した保存袋に食べきれなかった食事とスナックコーナーにあったお菓子を入れました。あと夕食用にカレーを4人前ですかね。は？イッチ何してんの？それ犯罪だけど。なんで私が犯罪者なんですか？ちゃんと料金払いましたから、支払ったものとしての当然の権利だと思いません？こんなの、主婦として常識ですよ。それに、お店のフードロスにも貢献しているんですよ。パトカーに乗せられる意味がわかりません。食べ放題ってそういう意味じゃないから。その場で自分が食べられる分、飲める分だけお皿に乗せるんだよ。これが世間一般の常識。私は常識にとらわれない女ですので、無理やり常識を押し付けないでもらえます？常識に従っていたら、破産します。思考がいろいろヤバすぎる。気違いっていうより、完全に言っちゃってる人だ。なんだか恐怖さえ感じる。そうですよね。怖いですよね、この世の中。節約していることが罪になるなんて。一致は節約じゃなくて完全に窃盗だから。コーヒー豆とかジュースのパックとかどこから探し出したのさ？ドリンクバーの下の収納部分に入っていました。補充用でしょうね。私、大学生の時にファミレスでバイトしていたんでちょっと詳しいんです。だからってそこを開けてカバンに入れる人はいないよ。保存袋とかタッパーとか持参してたんでしょ？下心ありありだね。それぐらい、主婦として当然ですよ。エコバッグはみんなカバンに入っているでしょ？なんだかなぁ。ママ友二人はカバンに詰め詰めしているのは気づいてた？多分気がついてないと思います。ママはカラオケに夢中。私たちに背を向けて画面の正面に立って歌うんですよね、彼女。B ママは店内にある温泉に入って、お酒が回ったのか途中寝出したんです。本当に自由ですよね、私たち。その間に手が空いていたのでパッキングしてました。本当は店内にある漫画もお持ち帰りしようとしたんです。でももう入れる隙間がなくて諦めました。漫画はさすがにダメだってわかるだろ。スーツケースに余裕があったら持って帰ったのかよ。みんなだって、お店のチラシとか気になったの持って帰るでしょ？同じ感覚ですね。ちっとも悪びれた感じ出してないけど、実際どうなの？店長にスーツケースの中身見せなかったのって後ろめたいことがあったからでしょ？確かに。絶対本当は悪いことって気がついている。確信犯。いえいえ、そんなんじゃありません。せっかく隙間なく綺麗に詰めたのに、店長に荒らされたくなかったんですよ。そっちかよ。そんなこんなでおまわりさんに怒られて、ママ友が夫を呼んだらしく、夫が迎えに来ました。せっかく綺麗に詰めたスーツケースの中身は私が持参した飲み物以外没収です。
その後、夫に夜な夜な説教されるわ、娘たちには泣かれるわで、私が節約頑張っているから家族が生活できるのに、悲しいです。節約に感謝してほしいくらい。一致の節約方法は犯罪なんだよ、どう超えているんだよ。ママ友二人は5000円ずつ出してくれて、一致はいくら出したの？フリータイムの相場って一人1500円くらい？あ、いけない、私が立て替えたままでした。二人から返してもらわないと。え？お金せびるの？この5に及んで？ママ友の方が多く出しているのにまさかの割り勘。当たり前です。ママ友二人のお金は寄付です。寄付同士平等に行かないと、お金がないのはお互い様。その辺はフェアでないとね。この時間はまだ二人とも家にいると思うので、ちょっと行ってきますね。待て待て待て。行っちゃったみたいだね。スレミンが呆れる中、イッチはこのスレを抜けました。いやー、今回のイッチはすごいキャラですね。その後、どうなったのでしょうか。続きをどうぞ。こんにちは。節約をしてパトカーに乗ったイッチです。久しぶりだね、イッチ。忘れてたよ。なんせ半年ぶりだから。あの後どうなった？お金返してもらえた？返してもらったといえば返してもらえました。でも、それ以上に失ったものが大きすぎて。何があったのさ。ママ友は私が徴収に行くと、すごく驚いて、投げ捨てるように1万円を渡してきました。そして二人とも、今後一切、関わらないでほしいなんて言ってきたんです。私の行動にドン引きしてしまって、常識知らずすぎて恥ずかしいって言われちゃいました。まあ、そうなるね。はっきり言ってもらえてよかったね。私が商店街のど真ん中でおまわりさんと言い合いになっていることが広まり、なんだか距離を置かれているんです。それは私だけでなく、娘たちや夫に対してもそうで、娘たちが引きこもりに一時なってしまいました。その状況を見かねた夫が私に離婚を突きつけてきたんです。もちろん拒否しました。そしたら夫が裁判になってもいいのか？なんて言うんです。弁護士の費用を調べたらとても出ないけど払えません。私の節約が全て無駄になってしまう金額です。どの弁護士も一致の担当にはなりたくないだろうな。最悪、親権さえ取れればいいかなって思って離婚に応じました。でも、娘は二人とも私を選んでくれませんでした。上の娘は私はもう18歳で成人だから、自分で生きていく。引っ越し先も職場もママには教えないからって言うし、下の子は絶対パパについていくって即答です。因果応報ってやつだね。元夫はもともと企業に興味があり、思い切って海外で事業を始め、下の娘もついていきました。上の娘は一人暮らしを満喫しているそうです。夫の事業がかなり成功しているそうで、娘二人は苦労せず生活できているそうです。それは良かった。若い二人は好きなものを買って自由に暮らしたいよね。節約は大事だけど、自分の稼ぎで生活できるようになってから始めればいいんだし。イッチは今どうしているの？以前勤めていたパン屋と弁当屋は立て続けにクビになりました。わざと多めに作って余らせて持って帰ろうとしたのがリークされてしまい、それで食費浮かせていたのに、今はようやく見つけた工場で働いています。電球を組み立てる仕事なので、破棄する食材もありません。楽しくないです。今はどこで暮らしているの？以前住んでいた家は夫の持ち物だったので、追い出されました。工場の社員寮にいます。でも、そこも追い出されそうで、仕事も失いそうなんです。今度は何をしたの？電気代の節約のために、ブレーカーを調整したんです。これも節約です。でも私が触った部分が、共同のスイッチだったらしく、大変なことになってしまいました。真夏の夜に冷房の効きが悪くなって、寮に入っていた人の半数近くが熱中症で運ばれてしまったんです。防犯カメラにブレーカーを触っている私が映っていて、とても怒られました。今週中に私の処分が決まるそうです。今度はパトカーが呼ばれなくてよかったね。家族を失って、家も仕事も失いそうでお先真っ暗です。この先どうしたらいいですか？一致の得意分野じゃん。節約して質素な生活をするだけだよ。今度は他人に迷惑かけないで節約しなね。こうして今回のスレは幕を閉じました。最後はほんの少しだけ一致は反省していたようなので安心しました。娘さん二人とも幸せそうでよかったです。皆さんは今回の報告者についてどう思われましたか？ぜひコメント欄でご意見お願いします。